実はこんね、よう頻繁に大阪に来てるけど、実は梅田に行くのは初めてなんですよね。驚きかもしれませんけどね、実はそうなんですよ。そういうのも、ね、これ三重県民というか近鉄沿線民あるあるやと思いますけど、やっぱ便利やから難波にのとかね、あっちの方に行っちゃうじゃないですか、ね、でね、変な話、難波で何でも揃うじゃないですか。でんでんタウンだね、ちょっと行ったらでんでんタウンだってあるわけですしね、アニメショップもいっぱいですし、ね、それでなくたってね、あっちの商店街とかもいっぱいありますからね、安くておいしいもんいっぱい、ね、揃ってますし、ね、だからね、結局ね、南で帰結しちゃうんですよね。行ってあっちの新間宮とかね、あっちのちょっといわゆる、天王寺とか阿倍野とかあっちの南側の方にちょろっと行くことはあっても、なんやかんや言ってこの北側の方に来ることがなくてね、うん、いやいやいや、スペースがないから、もう川の上に橋がかかってますもん ね、橋の上に橋がかかってますもんね。でこの難波と梅田の間はバスも要客してそうですね。こりゃ日本屈指のね、繁華街なあたりになってきますからね。日本屈指というか、多分大阪の北と南の間って言ったら世界屈指でしょ、もうね。ああ。だからあの JR 四日市と近鉄四日市と比べ物にならんわけですわ。うん。比べるのもおかしい話ですけどね。あそこに京阪電車がある。これでだいぶ梅田に近づいとるはずやんね。ああ。あ、でもまあいい天気でよかった。コーヒーか。これはダイエのマークか。大阪ですからね。なんか公安も来てますね。公安が来てるってことは何かしらあれでしょうね。何かしらの活動が行われてるんでしょうね。まあ大体この手の音ですから、そういうことでしょう。うん。ちょっと奥の筋に逃げようか。ああ、繁華街って感じじゃないですか。すごい。殿にはすごいな。まあ、夜の飲む店が多い感じですよね、こんな感じだと。カニ道楽っぽいのも見えてきたし。と思ったらやっぱカニ道楽やった。へぇー。オープン機能これで繁華街の方やから、多分これで梅田のど真ん中の方に向かってる感じだと思いますけどね。なんか高そうな店がある。すごい高級そうな。今回まあまあ低予算でやってますからね。京都はだいぶ低予算でやりくりしましたからね。いやあれなんですけどね、あの。落とせるところではね、それは落としたねっていうのはあるんですけどね。あの、せっかく観光ですね。まあ、それでね、また観光のね、産業のね、あれにもなってきますからね。ただね、うん。何を隠そうね、こっちとらね、前回ね、まあまあ痛い出費になりましたからね。あの、この前の大回りねとかね。そう。ですんでね。まあまあね、お財布事業が厳しいんです。はい。でもなんか、招き猫があったり、大阪っぽいですよね。
本格バラ焼き、カツオのたたき、ここはお寿司、千寿司かな。へー、すごいですね。もう閉店してる段階からタイバー満席です。またの機会にお越しくださいって、もうすごいですね。この人気店なんでしょうね。隣にも寿司屋さん、ここは高そうやな。あ、でもさっきのとこはあれなんですかね。あ、寿司屋多いな。土佐寿司どころ、土佐、へえ、ちょい飲みランチ、へえ、いいじゃないですか。へえ、そうそう、土佐のね、魚が入ってきやすいんですよね、なんか大阪は、天下の台所ですからね。あ、柿の葉寿司だってありますよ。これ紀の川ってなっとるから、これは柿の葉寿司でももしかしたらあっちかな、和歌山の方の系譜なのかもしれませんね。ホルモンラーメン110、あ、ここはまた別の店なんや。卵、煮干しラーメンな。言うてね、途中のレビューで多分持ち情報入れてると思いますけど、言うてあそこで食ったね、京都で買って食べとった天むす、あの玉ねぎの天むす、あれがね、まあポジションあったんでね、こう、うどんらしいけど、値段大阪にしては取っとるけど、でかいよな。本当にこんなでかいのかな。エビクリームのおうどん、そう、今ね、お腹がね、膨れ気味ですからねっていう話をしたところで、こんなでっかいの見せられるとね、おっと残念という、ビフ的。神戸ですね、これは高そうだな。これ、あ、いきなりステーキあるじゃないですか。なんと四日市から全滅しちゃいましたけどね。いきなりやってきて、いきなり消えちゃいましたけどね。党員もなくなって、鈴鹿と川越が残ったんか。ね。お、吉野家もあるし、松屋もあるし、こっちの方に来たらだいぶあれ、と思ったら、ああ、だいぶこれは。これはだいぶもうあれですよね、梅田の方に入ったんでしょうね。なんか餃子専門店なんかもあります。これで堂島アバンチで、そう、こっちはこっちで 1,2,3,4,5,6 7車線の6車線か。すごいですね。あ、起用でここは残っとるんや。へえ。店長はまだ閉まっとるんや。へえ。そう、鈴鹿の起用なくなっちゃいましたからね。へえ、そうそう、チャーシューのね。はあ。こんなところに特製タイ味噌おでん。味噌おでんって言うと名古屋のイメージですけどね。煮込みじゃなくて、つける味噌かな。タイ味噌、タイ味噌ってのはどんなんなんやね。ランチ営業はちょっとお休みしてるみたいですね。ここは親子丼、
おお。缶詰の親子丼の値段が書いてない。あ、800円か、そんなに高くないな。へえ。ここはすごい並んどる。鴨鍋。How to eat そば。そば屋さんか。あ、こっちはすごい混んどる。へえ。この辺りは、おお、駐車料金もやっぱり相当ですね。6時間で2500円か。おお、かなり強気な値段設定やね。へえ。人情味のある街です、大阪ですね。うん。ここは、駐車場。やっぱ夜のお店がメインっぽいな。グッドコーヒービール。そうやね、6時間で2500円。いやいや、だいぶ来てますね、この辺りは。うお、南海さん、ああバイクパーツの南海さんか。あ、そっち側もそうなんや。へえ。それでさっきからバイクが多いんかな。ここは、お、な。ここにはここで定食が食べれる。朝4時まで定食が食べられる。へえ。今何時？ 1 時前か。いろんな店がありますね。あ、これでさっきの松屋の方の通りまで出てくるのか。あ、違う、あの松屋はまた別か。大阪たこ焼き本舗。うん。すごい、大きいな。ビルの高さはなんか制限があるんですよね、こっちの方は。で、この辺り国道2号線。渡っとこうかな。あ、快活クラブもあるわ。セブンも入っとる。高そうなお店ですね。ここで西梅田北新地駅になるんや。それかどう。本校、本校。へえ。もうほぼほぼ梅田でしょ、これで。しかし、これ、細長いビルですね。なんか、強風を受けたらポキッと折れそうな。まあ、折れるわけないでしょうけど。へえ。すごいな。ローソンもある。ローソンにトイレ書いておこう。よいしょ。